は1時になりました。 FM ミトン沖の皆さん、こんにちは。この時間は防災情報番組、災害時は786お届けいたします。この時間のパーソナリティ、私日上幸が、皆様と一緒に防災について、災害について、備えについて考えていく番組でございます。ぜひ皆さんからの意見を聞きながらも、そして週に一度でございますが、皆さんにとってですね、役に立つ、情報をしっかりと届けたいと思います。どうぞこの1時間よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、まずはじめなんですけども、皆さん気になっている情報ありませんか？台風18号が、はい、できましたね。昨日の午前3時にですね、台風18号が生まれました。さあ、そこでこの台風18号の進路を見てみますと、ちょっとこの調子だとですね、上の方にゆっくりずつ上がっておりますけども、台風17号の後を追っているような感じで、もしかすると週明け、台風18号久しぶりのここ沖縄県の方にね、接近するのではないかと言われておりまして、沖縄気象台の方にも十分な警戒が必要ということで発表になっています。さあ、そこで今現在なんですけども、午前12時40分に発表されました台風18号です。今現在マリアナ諸島の方にありまして、時速15キロの速さで西に進んでいます。若干ですね、時間の方がゆっくりと、はい、速さがなりましたね。速さの方がね、昨日今日ぐらいは25から20キロ午前中だったんですけども、一気に午後になりまして15キロの速さということで、ちょっと速度を落としましたね。ということは、沖縄本島の方にですね、最も接近するのが、2日の夜から3日と言われておりましたけども、もしかすると週明け3日から4日にかけて、台風の方が接近するのではないかと言われております。今現在中心気圧1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速18メートル、最大瞬間風速25メートルになりまして、週明けてからはですね、この中心気圧が960ヘクトパスカルまで行くのではないかと言われておりまして、中心付近の最大風速が40メートル、最大瞬間風速は60メートルになる恐れがあると言われておりますので、十分に気をつけてくださいね。さあ、週末は結構沖縄県の方でね、台風の備えになるのではないかと思っておりますけども、今のうちにね、家の周りしっかり確認していただきまして、このテレビのアンテナだったりね、そしてこの皆さんが大事に育てている、ね、植木鉢のお花たち、ね、お野菜たちなどをですね、しっかり固定するなど、今のうちに対策を行っててください。ね、週土曜日、日曜日、週末やってもいいかなと思われるんですけど、その時に雨風ちょっと若干強くなりましたら、外に出るのはとても大変危険になります。そのためにこういった晴れた時に、しっかりとですね、確認をしながらやるということも必要なので、今のうちにですね、ご家族とも相談しながらやっていただきたい。そして、テレビのアンテナなど高い位置にですね、ある場所をですね、移動したり、そして、固定する際にもこういった晴れた時に行っててくださいね。何でも予防が大切なんですよ。そして農家の皆さん、漁港の皆さん、ね、海でお仕事をされている方、畑で仕事をされている方も、ねね、本当に大変だと思いますけども、今のうちにしっかりと固定するなど、そしてビニールハウスなどもですね、十分に気をつけていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日の防災情報番組、災害時は786、せっかくなので、やはりですね、また台風来ております。台風の情報、そして備えの情報も発信していきますので、よろしくお願いいたします。さあ、そんな中、今日のお天気、この時間にお伝えいたしましょう。はい、今日のお天気です。沖縄地方は高気圧に覆われて概ね晴れていますが、湿った空気の影響でにわか雨のところがあるでしょう。沖縄本島中南部、今日は晴れ、夜は曇り、降水確率は 20%、 日中最高気温は31度、高いですね。熱中症対策気をつけてください。
また風は南東の風のち東の風、波の高さ 2.5 メートルのち2メートル、うねりを伴う予報です。船舶の方、沿岸行かれる方は十分にご注意ください。さあ、沖縄本島地方の沿岸の海域、うねりを伴い波が高くなっています。海上、海岸付近では、今日夕方までうねりを伴った高波に十分注意してください。さあ、沖縄本島地方、今日高温が予想されています。熱中症など健康管理にも注意してください。なお、沖縄本島地方では熱中症の危険が特に、高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど十分な対策とってくださいね。そして今ここ弓炭村のですね、はい、場所にあります FM ターンがあります弓炭村地域振興センターね、スタジオから窓の外を見ているんですけど、暑そうだねーね。しっかりとですね、水分補給を行っててくださいね。こういった、風は若干あるけれども、まだまだちょっと蒸し暑さが続いておりますので、熱中症になりやすいですよ。十分気をつけてください。以上、今日のお天気お伝えいたしました。それではですね、お届けしております防災情報番組災害時は786、皆様に1曲お届けするんですけども、1曲お届けする曲はですね、防災じゃんけんぽんの歌です。もうご存知ですよね。この防災じゃんけんぽん、阪神淡路大震災から、21年が経過いたしました。神戸市民の4割が震災を知らない現状、そこで今回センターの方ではですね、人材支援センターの方では大学生が学びを通じて新たなる震災を語り継ぎ、仕組みを構築する目的で、昨年ですね、学生による震災20年記憶のフラット化プロジェクトを実施いたしました。そこで他府県沖縄県からも参加を含め39人の大学生がそれぞれの視点から捉えた震災の記憶と将来の防災減災について約1年学習し、今年の1月に発表いたしました。その参加した学生の各々の思いを歌にし、それをまとめ作詞作曲したのがシンガーソングライターの石田さん。作ったのがこの防災じゃんけんぽんです。さあ、この歌はこれから起こるかもしれない防災震災に対しての備えの歌です。歌詞やダンスもいざという時に身を守るための動きを入れています。さあ、しっかりですね、この歌が、歌い継がれ身を守ることになればと思います。それでは皆さん、お聴きください。防災じゃんけんぽん。防災じゃんけん、こんにちは、一言で感じられるつながり、ありがとう、一言で感じられる喜び、今を大切に生きる、それが明日への備え。大きな地震どうすればいい？まずは身を守って、波警報、高いところへ、さあみんなで逃げよう、命が大切、てんてんこ、みんなで防災じゃんけんぽん。慌てない、騒がない、他の人を押さない、前もって調べとこう、避難するルートを、まず
は自分を助ける、みんなの無事を信じて、避難場所ではどうすればいい、希望を忘れないで、布団やご飯限られている、さあみんなで分けよう、悲しい気持ちも半分こ、みんなで防災じゃんけんぽん、いきなりサンバー、来るかわからない、いろいろな災害、大雨や土砂崩れ、竜巻、火事、洪水、地震の怖さ学ぼう、揺るがぬ自信に変えよう、家族バラバラどうすればいい、集合場所決めて、持ち出し袋どこにあるかな、中身も確かめよう、仲良く点検ワンツースリー、みんなで防災じゃんけんぽん、さて時刻は1時16分です。お届けしておりますベニモ村イモーニングです。さあ今日はですね、この時間に皆様にですね、一つ沖縄気象台からですね、発表されております、こちらですね、FM ラジオ気象台、この時間にご紹介いたしましょう、やはりですね、今週末ここ沖縄県の方にですね、台風が近づいてきているということで、やはり台風についての備え、そういったものをですね、しっかり皆さんに聞いていただくために、放送を聞いていただきましょう、それでは防災情報に関するですね、FM ラジオ気象台、沖縄気象台の方が皆様にお話をしておりますので、聞いてください。さあ今日、皆様に聞いていただくのはテーマ台風でございます。それではどうぞ。沖縄気象台では日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会と連携して、分かりやすく防災知識を伝える FM ラジオ気象台を展開していきます。今月は台風についてお聞きください。沖縄は古くから台風銀座と呼ばれています。年間どのくらいの台風が沖縄に接近するかご存知ですか？台風は1年で約26個発生し、沖縄県にはそのうち約7個の台風が接近してきます。年間を通して7月から9月が接近するの多い月となっています。さて今年、2016年6月まで台風が1個も発生していませんでした。例年なら6月までに4個くらい台風が発生していますが、今年はゼロでした。でも結果的に年間の発生数は平年並みになることがあるので、7月から9月にまとまって発生する可能性もあります。今後の台風の発生には十分注意しておきたいです。今年6月までに台風が発生しなかったのは2014年夏から
2016年春頃まで続いていたエルニーニョ現象による影響が原因と言われています。エルニーニョ現象はペルー沖の海水温が上昇する現象です。この海水温の上昇によって広大な太平洋を覆う太平洋高気圧が西に張り出したため、太平洋側は雲が発生しにくくなり、また太平洋の西側にあるフィリピンの東海上では雲の発生させる対流活動が不活発になったことが台風が発生しにくい状態になったわけです。沖縄県に影響を及ぼす台風は主にフィリピンの東の海上で多く発生します。でも今年はエルニーニョ現象の影響で対流活動が不活発なために台風が発生しにくい状態になっています。いつもならフィリピンの東海上では海面からたくさんの水蒸気が発生し、この水蒸気が雲となって、そして積乱雲、熱帯低気圧、台風へとなっていくのです。熱帯低気圧はゆっくりと西に進みながら、周りの海面から水蒸気が補給され、だんだん成長して風の強さが秒速約17メートルになると台風と呼ばれるようになります。赤道近くで発生した台風は、赤道付近を東から西に吹く偏東風という風に乗って、沖縄の南の方へ進んでいきます。沖縄の南の海上では、南寄りの風が吹いているため、西向きに進んできた台風は、次第に北に向きを変え、沖縄付近に接近してきます。沖縄県に台風が接近しやすいのは、台風の発生する場所と、台風を動かす風に関係しているからです。台風は沖縄地方を通過後、次第に東に向きを変え、進んでいきます。沖縄の北では、偏西風と呼ばれる強い西風が吹いていて、台風はそれに流され、速度を速めながら沖縄地方から遠ざかっていきます。沖縄県には、台風が発達期から最盛期に接近することが多く、また、西に進んできたところから、東に向きを変えるため、進行速度が遅くなり、長時間、猛烈な暴風や大雨などにさらされ、暴風害や浸水害、土砂災害、高潮害、波浪害といった大きな災害が発生することがたびたびあります。台風に対する防災対策に長けた沖縄県民であっても、猛烈な勢力にまで発達した台風の襲来には、十分な備えが必要です。暴風には窓ガラスや雨戸はしっかり鍵をかけ、テープなどで補強しておきましょう。大雨時には、お家の近くの側溝や排水溝を掃除して、水はけを良くしておきましょう。台風が接近して暴風になると、風により物が飛ばされたり、飛んできた物にぶつかったり、車が横転したりする恐れがあります。また、人が風に煽られて転倒したり、ドアに指を挟まれるなど、被害が多く発生します。海岸付近は台風の接近前から波が高くなっていて、台風が通過した後もしばらくは波が高いです。台風接近時には海岸付近に高波を見に行くなど危険なことはやめましょう。台風による災害から身を守るためには、風が強くなる前、大雨が降る前に台風対策を済ませ、不要な外出は避け、台風が過ぎ去るのを待つことが第一です。普段から備え、正しい情報を入手することが重要です。台風災害による被害を未然に防ぐためにも、台風の正しい知識を身につけ、災害に備えましょう。沖縄気象台では、日本コミュニティ放送協会、沖縄地区協議会と連携して、わかりやすく防災知識を伝える FM ラジオ気象台を展開していきます。今月は台風についてお聞きください。沖縄は古くから台風銀座と呼ばれ、さあ皆さん聞いていただきました。こちら沖縄気象台の方がですね、発表しております。今回はですね、台風について皆様に聞いていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。ね、いろいろ備えについてもありましたよね。水はけが良くするためにも、今のうちに排水溝などをですね、しっかり掃除をしておく。それが
今なんですよね、週末土曜日日曜日と、台風が来るかもしれないと言われているその前に、周りをしっかり確認して台風の備えというものをやっててください。よろしくお願いいたします。さあそれではですね、今日はこの時間1曲お届けいたしましょう。はい、今日聴いていただきますのは太田美智子さんで翼、どうぞ。私翼があるの、太陽にきらめいて羽ばたきながら、夢追いながら遥かな旅を続ける。私希望があるの、心から輝いて夜明けの色、夕日の色に翼を染めて飛ぶのよ。自由が私には勇気と光をくれたわ。道をたどるの、翼が大空の青さと優しさ教える。広い
時刻は1時32分にもう間もなくなります。お届けしておりますベニーモ村イモーニングです。さてこの時間もですね、皆様にお伝えいたしましょう。9月号10月号ということで、沖縄総合事務局の広報誌、群れに星と書いて群れ節、これがですね、2ヶ月に一遍沖縄総合事務局からですね、各、機関の方にですね配られるんですけれども、これは民間の方にはですね、そんな、部数の方行きません。一般家庭にも行くことはない。会社の方によくですね、送られてくるね、ものなんですけども、沖縄総合事務局広報誌ということで、9月10月号無理節というものが掲載されております。その中で、今回地域の目 FM ユミタン中曽根智春ということで、今回 FM ユミタンの、代表でございます中曽根局長のですね記事が丸1ページ掲載されているんですね。はい、この内容とかはですね、他の番組だったり、そして FM ユミタンのブログやそして Facebook などにも上げさせていただきました。そして FM ユミタンのスタジオの方にもありますので、ぜひ読んでみたい見てみたいという方は手に取ってご覧になってみてください。その中から一つ、この防災情報番組に関するですね、記事を、掲載されておりましたので、ここの記事だけ抜粋して皆様にご紹介いたしましょう。さあ、地域の目読谷コミュニティを世界へ、株式会社 FM ユミタン代表取締役社長中曽根智春。さあ今回ですね、 FM ユミタンのですね、このラジオ局、FM ユミタンの、思い、そしてですね、どうやってですねこの総務省とですね、認可を受け、そしてどれくらいの株主の皆さんがいて、このラジオが聞こえないよ聞こえないよって言われ続けながらも、ユミタンが誇る世界遺産ねざきみ城跡のおよそ同じ高さのですね、ある海抜155メートルの NTT のドコモタワーへ、不可能と言われながらもアンテナを移設をしましたよね。それを実現をしました。今ではユミタン村内のみならず沖縄本島中南部でも聞くことができる FM ユミタン。またこの FM ユミタンのですね番組の紹介ね、150名以上のパーソナリティがですね、毎時間毎時間それぞれのですね、個性を生かした楽しい番組も放送しています。もちろんホームページや動画サイト、そして今回専用アプリというものもできましたよね。そういった SNS など、そして FM ユミタンラジオで、そしてラジオでラジオの電波を通してこの声を届けているんですけども、今年このユミタン村地域振興センターの方に移るにあたり、インターネットで、世界へ同時配信ね、音声のみならず映像として、皆様に、見ていただく、この、映像は情報量も多く英語を超える世界通信のですね、世界共通の言語とも言われているんです。さあ最近ではスマホ世代が制覇するこの世界、できるだけスピーディーに、そしてローカルな情報を映像で届けられるように、私たち FM タンの方もですね試行錯誤をしながら放送をさせていただいております。また、続いては、ここ、こういった記事がですね掲載されているんですけども、その中にこの防災情報番組の記事もありましたのでご紹介します。防災情報番組も週1回あり、特に災害時は24時間体制で行政や警察、消防のほか沖縄電力、沖縄気象台や那覇海上保安部など協力体制を整えています。ニッチな情報が配信できるメディアが必要であり、必要な情報は地域を超えて求められています。それは日常から目的やニーズに応じた情報を発信し続けなければ、非常時には選ばれないと考えているからですということで、さあこの週に一度の防災情報番組というものがここ今放送しております。毎週木曜日のお昼1時 FM ユミタン防災情報番組災害時は786、この番組のことを言うんです。さあこの番組もですね、
はい、2011年3月11日に起きました東日本大震災後ね、この震災が起きて1ヶ月後に作られた番組だったんです。当時は防災情報番組ではなくて復興支援番組として放送を約3年間させていただきました。その中でも様々ないろんな人たちの関わりで東日本の方に支援をしたり、そして、東北の情報を発信したり、またラジオ機の皆さんをですね募って、ツアーを組んだり、いろんな人たちのですね思いが、はい、しっかりと込められた、復興支援番組になっていました。そこで今回切り替えたのは、ずっとこの復興支援番組をやり続ける、そうではなく、あの東日本大震災の方に、残念ながら命を落としてしまった方々、そしてようやく生き延びた方々、そういった人たちの思いをしっかり受け止めるためには、もしああいった災害が起きた時、私たちがどういった判断をし、そしてどういった行動をしなければいけない、そう、備え、それが一番大切なんですよね。しかもここ沖縄県の方は東北のようにね、毎月、この避難訓練をしたりとかね、そういった行動を起こしているところは本当に稀です。もう少ないんです。ここ読谷村もそうですから。だからこそ週に一度この時間ではありますが、皆様の耳の、そして頭の片隅に、あー、みゆきさんがこう言ってたな、もし起きた時には、あ、 FM ミタンを聞けば何か情報が得られるかもしれない、家族で、じゃあこういった震災や津波が来た時ってどこに逃げておこうねと決めていただければ嬉しいんです。まずは自分の命を守るということをしっかりと私たちの方では、訴えて、そして自分の命が守ることができれば、はい、家族やそして地域の皆さんを救うことができます。こういったことをですね、しっかりと放送が、できるように、こういった週に1回災害時は786としてご紹介させていただいています。そういったこの防災情報番組のですね、ことも今回、この無理節というですね、広報誌に、記載されておりましたので、この時間にご紹介させていただきましたね。本当に、中曽根社長のこの思いというものがしっかりと今回の無理節に刻み込まれているなと改めてスタッフとして、感じましたので、ぜひそれを多くの皆様に、伝えていきたいと思います。ご覧になってくださいね。さあ、また、今回、来週あたりぐらいにでもね、この無理節の中にはですね、この総合事務局が作りますこの広報誌なので、こちら総務省はどういったことをですね、災害時にはやるのかというものもですね、今回掲載されております。被災地のいち早い復旧、どういった対策やまた政策が、当時行われる、そして、今後行われるのかというものも掲載されておりますので、こういったものも、次はご紹介していきたいと思います。どうぞ楽しみにしててくださいね。さあ、それでは一曲お届けいたしましょう。お届けする曲、先ほど後ろの方から流れておりました、こちらですね、この番組のですねテーマソングともなっております、清見で生きる。名もなき花が咲きました。こんな枯れ木の中で小さな命が輝いて、私の心を照らしてる。空は高く、どこまでも果てしなく続く。一人になって泣けてきた、胸が張り裂けそうで、この手に残るぬくもりが今もまだ温かくて、君が生まれたのも
広がる大地が目に映る静まり返った大地私の昨日が薄れてく忘れないよ
て時刻は1時48分でございます。お届けしております防災情報番組、災害時は786お届けしております。さて今日は、週末週明け、台風18号がね、沖縄に接近する可能性があるということで、今日はこの防災情報番組は台風について皆様にご紹介させていただいております。台風18号、来月の3日頃沖縄に接近した後、次第に進路を東寄りに変え、来週前半にも西日本にかなり接近する恐れも出てきました。台風18号は、今現在マリアナ諸島ね、1時間に15キロの速さで西に進んでいます。台風は今後も発達を続け、来月の2日から4日にかけて沖縄の東海上を北上する見込みです。その後西日本にかなり接近する恐れもあります。十分に注意が必要です。沖縄県や奄美では台風の北上に伴い、来月3日から4日にかけて大荒れの天気や、また大しけとなる見通しです。また台風の進路によっては、西日本から東日本の広い範囲で大きな影響を受ける恐れがあり、今後の台風情報に注意が必要です。さあ台風18号、沖縄本島の方にも近づき、そして、西日本や東日本にもですね、影響があるかもしれないというですね、予想が立てられています。十分ですね、気をつけていただきたいですよね。さあ週末もいろんなイベント、催し物がたくさんあると思いますけども、台風18号なかなかね、沖縄県の方ではね、今年は台風は全く来ていませんので、もし来るとしたら、かするという形なんですけどもね、今現在の台風18号は勢力はそんなに大きくはないんですけども、来月の2日ぐらいにはですね、960ヘクトパスカルということでね、次第に大きくなりますので、十分に気をつけていただきたいなと思っています。また9月の3日頃からですね、ちょっと進路をですね、東に寄りまして、ちょうど沖縄本島をですね、目の前にした途端に東に寄りますね。直撃はならないと思いますけど、でも暴風域には入る見込みとなっておりますので、十分に注意が必要です。さあ今のうちにですね、台風の備えしっかり行っててくださいね。今のうちに、買い出しだったり、飲み物、食べ物、食料ですね、もちろん準備をしてほしいのが懐中電灯ね、電池など、日頃日常生活に欠かせないものをですね、しっかり購入しておくこと。ラジオは FM ターンの方では、この台風ですね、常にこういった、台風情報をお伝えするんですけども、暴風域に入りますと、パーソナリティの皆さんの安全をですね、確保するためにも、暴風域に入りましたら全ての番組はお休みとさせていただきます。また、全ての番組はお休みなんですけども、通常放送をですね、台風情報に切り替えて、毎時30分に台風情報をお届けする予定となっています。本当はね、来ないことを祈るんだけどもね、もし来てしまった場合は、FM タンのですね、対処方法といたしまして、通常の番組は暴風域に入りましたら、パーソナリティの安全確保のため番組はお休み、そして、通常放送から台風災害放送に切り替えての放送となりますので、ご了承ください。さあ今日は台風のお話をね、結構やってきましたけども、台風が近づくにつれて、さまざまな機関の方からも、台風対策のお願いということで来ます。もちろん沖縄電力からも来る予定ですよ。沖縄本島地方にですね、台風18号が近づくにあたり、強風で飛ばされ、たものが電線に絡みついて停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定など、事前の台風対策もお願いいたします。また万が一の停電に備え、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池などの準備もお願いいたします。なお台風の影響により停電が発生した場合、沖縄電力
ホームページでお知らせをしております。ぜひ携帯端末でもご覧いただけますのでご確認ください。ということは携帯の充電も必要ということですよ。さあ、もし停電になった場合、沖縄電力のホームページで今どういった停電状況になっているのか一般の皆さんも見れる形になっておりますので、ぜひこちらの方ご覧になってくださいね。以上、こちら沖縄電力からラジオによる台風対策のお願いでございました。最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。またですね、来週この時間にお耳にかかりたいと思います。週末そして週明けの台風十分に気をつけてくださいね。しっかりと台風情報を皆さんの方で把握してください。お願いいたします。お相手は日賀美幸でした。